皆さんこんにちは、第一電化社の専属バリスタ上松です。さあ今日はですね、ちょっと見慣れない顔が増えてるかと思うんですけども、まあ多分ねコーヒー業界で詳しい人はわかると思うんですけども、実はまあね、弊社の山の上焙煎所の、まあ、焙煎師の滑川さんの嫁です。はい、嫁です。嫁です。はい、滑川京子さん。はい、で実はあのこの2人ともコーヒー業界の人間で、嫁はなんとハンドドリップで日本、チャンピオンじゃない、日本準優勝。はい、準優勝です。塩塗らないでください。まあね、あの前回ですね、タイヤの動画で畠山バリスタにも出ていただいて、畠山バリスタはブリュワーズとハンドドリップ2つの大会で優勝してる、もうあれ本当にやばいんですね。2つの大会で優勝してるっていうのは、まあ、やばいっていうとあれですけど、すごいんですよね。はい、まあ、あの一応そのハンドドリップで準優勝、ハンドドリップの方では準優勝されてるっていうことで、まあ、ちょっと今日はいろいろ、はい、あの主婦です、はいはい、子供さんも1人いらっしゃいます。はい、はい、今日はちょっとあの主婦に聞いていこうっていう企画で、まあ、なんでか旦那もついてきたっていう。なんでか心配で。はい、ということで、まあ、まず一つ目の質問なんですけど、あの旦那に対する家の中での不満は、いやーすごいあります。実はこれもこの動画も2つに分かれてて、後半はまたドリップの実演、せっかくねハンドドリップで日本準優勝されてるので、でいろんなこうバリスタいらっしゃって、多分ハンドドリップの大会も優勝、準優勝、まあ、3位と、まあ、多分そのそれぞれ入賞されてるバリスタでもそれぞれのレシピを持ってらっしゃるので、まあ、ちょっと今日はそのレシピを聞いていけたらなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、ちょっと最初ね、ざっくりなので、なんでバリスタになろうと思ったんですか？もともと病院でジムをやっていて、はい、で接客をやりたかったのでジムになったんですけど、はい、その大きい病院だったので、はい、かなり業務が細分化されていて、はい、私がついた業務が全く患者さんと関わりを持てない中の計算業務だったんですね。はい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 、なのでちょっとそこで、まあ、6年間続けてたんですけれども、やっぱりどうしても接客やりたいなっていうのがあったので、はい、ちょっと接客ができる仕事に移ろうと思い、でその時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが好きだったので、はい、おじいちゃんおばあちゃんの接客もできて、はい、子供とかの接客もできてって、幅広い接客ができることって考えた時に、はいはいはい、まあ、一番それに当てはまるのが飲食だなっていうのがあったので、なるほど、はい、飲食の方に転職しました。なるほど、はい、じゃあそっからなんですね、バリスタになったのは。あ、そうですそうです。あ、なんとなくコーヒーを飲む機会が残業が多かったので増えていて、はい、で、まあ、そのコーヒーを飲むにつれて、最初缶コーヒーだったのが堀口コーヒーさんのダンク式のコーヒーに変わって、はい、でそこから休みの日とかに近所の小さい焙煎所に行って豆を買ってっていうところまで行っていたので、なるほど、はい、最近コーヒー楽しいしコーヒーに移ってみようかなくらいな感じで。あなるほどなるほど。え、なんかでも最初働いてた時すごい掛け持ちして働いてたんですよね。めっちゃ掛け持ちしてました、ね、してたんですよね。で実はですね、まあ、今もちろんご結婚されて子供さんもいらっしゃってなんですけど、実は私もですね、ちょっと付き合い古くて、はい、2人とも付き合い古いんですよね。ほぼ同時期ぐらいが付き合いがあって、まあ、その時は全然結婚されてなかったんですけど、私がその時ちょうどバーテンダーで働いてて、その時アルバイトでちょっと手伝ってもらってたんですよ、お店を。なので、まあ、その時から独身時代から知ってですね、まあ、今完全に主婦の顔ですけど、あのもっと美人だったんですよ。ね、こんな旦那にこんな旦那に。すいません、失礼しました。はい、なので、まあ、ちょっと昔から実は知ってて、だからその多分かなり掛け持ちしてた、そのうちの一つで一緒に働いてたんですよね。はい、で、その時どれぐらい掛け持ちしてたんですか？4つですね。4つやってました。じゃあ、まあ、1つ目はその、まあ、バーテンダーのところのバーのお店で働いてたのと、はい、あとじゃあ3つは、焙煎とハンドドリップを主にしているお店が2つ目で、はい、でミクソロジーと、はい、あと銀座のチェーン店なんですけど、はい、ルカフェドトールっていうところで働いて、あともう一つそれもチェーン店なんですけど、はい、錦糸町のエスプレッソアメリカーノ。あー、はい、なるほど、はい、すごいですね。そうですね。体力ないと4つは無理ですね。無理ですね。若かったしね。そう、まだ20代。ちなみにこのひげが生えた男性とはどこで出会ったんですか？ルカフェドドールで働いていた時に、はい、
その一緒に働いていたスタッフがもともと行く予定だったセミナーで、はい、彼女が行けなくなってしまって、はい、で代わりに行ったらいた人ですね。あ、じゃあそこであれですね、はい、はい、なるほどなるほど、まあ、いろいろあったんですね、はい、そうですね、なるほどなるほど、いや、なんかでもいいですね、そのコーヒーをこう仕事にしていきたいっていう、なんかいいのか、いや、わかんないですね。いや、多分その今なんか例えばわかんない公務員とかだけど、うん、将来的に夫婦で揃って独立したいとか、うん、多分そういう方っていらっしゃるんじゃないかな、なんかそういう人がするとすごい羨ましい組み合わせって言うとあれですもんね。まあ、じゃ あの最初は本当にもうじゃあ4つ掛け持ちして、まあ、そんだけやっぱりいろいろやって覚えていって、まあ、それが多分、ね、ドリップの大会でも準優勝するとこまでつながったんじゃないかなと、まあ、もちろん旦那のサポートも、ね、旦那さんのサポートもあって、ね、そうですね、なんか今ドヤ顔してますけど、はい、あってだとは思うんですけども、でじゃあちょっと、せっかくなので、あのハンドグリップの大会の時は多分借りたウェーブですよね、はい、これですね、あの借りたウェーブを使って準優勝されてたと思うんですけども、はい、借りたウェーブの良さって何なんですかね。借りたウェーブって、はい、そこが丸いんですね、はい、で上も丸いので、はい、そのコーヒーの粉の層っていうのがかなり均一になるんですね、はい、中に入れた時に、はい、で通常の台形とかその円錐形にしても下に行くにつれてすごくすぼまっているので、はい、その真ん中なのかそれともこの角度がある脇なのかっていうので粉の層の深さっていうのがかなり変わってきてしまうので、そこがやっぱりこの借りたウェーブっていうのはかなり、まあ、その場所による粉の層の深さっていうのが均一性が高いので、はい、なるほど、そこまで技術がなかったりとか、まあ、ちょっと不安だなって思う、その例えば大会だったらプレゼンをしながらコーヒーを入れないといけないっていう状態だったりとか、はい、そういう時とかでもかなりこのドリッパーに助けられて、まあ、均一に抽出をすることができるっていう、なるほどなるほど、がありますね。前回その畠山バリスタにもそのドリップの動画ちょっと撮らせていただいて、はい、畠山バリスタのあのポイントは多分温度だな、抽出の温度だなって私は思ったんですよね。85度っていう温度で、要はあの温度によって初心者の人でもまあ入れやすくなるっていうところだったんですけども、うん、今回は逆にじゃあドリッパーの底力で、そうですね、初心者の方でも、はい、まあ、すごい使いやすいドリッパーっていう認識ですよね。そうですね、はい、もうかなりビギナー向きです。はあ、なるほど。ちょっとじゃあまたこれは実際に、実技の動画で多分詳しくまた紹介してもらうのと、はい、あと、まあ、もう一個実は今日裏コンセプトで、全て100円ショップの道具で揃えたドリップっていうのもちょっとその実技の動画ではやろうと思ってるので、はい、気になる方はそちらの動画をご覧ください。はい、まあ、あとせっかくちょっと女性のバリスタということで、まあ、私ちょっとね、モテないので女心が全く分かんないんですけど、女性の好きなコーヒーの味とかってなんか、例えば私だったら例えばカフェとか飲みに行って、まあ、すごい、まあ、多分通だから分かると思うんですけど、芸者とかあるとちょっとテンション上がるじゃないですか。一杯1000円くらいするけど、芸者種のコーヒーとかあったらテンション上がると思うんですけど、多分普通の、まあ、全然コーヒーとかそこまで好きじゃない女性の方だと、何を基準にコーヒーって選ばれるんだろうなっていうのがすごい素朴な疑問なんですけど、うんうん、男性の方とかだと、はい、まあ、そういうもちろん凝ってる人とかだとそういうのもあると思いますし、はい、銘柄でテンション上がるっていうのもあると思いますし、はい、あとはタバコを吸いながらコーヒーを飲むっていうのも、まあ、多いかなと思うんですけど、はい、女性とかだとスイーツだったりとか、はい、まあ、普通にコンビニとかスーパーで売ってるようなお菓子と一緒にコーヒーを楽しむっていうことが多いので、はい、うん、まあ、お菓子に合わせてコーヒーを選んであげるっていう感じですかね。なるほど、はい、あとも、まあ、はい、お菓子ありきで選ぶってことですね。そうですね、ペアリングありきで。はあ、なるほど。その考え方は、ね、はあ、なるほど。その考え方はちょっとなんか私も今なんか盲点だったというか。なるほど。え、そっか、じゃあスターバックスとか行ってもまずはお菓子とか、まあ、もちろんスターバックス行ってもフラペチーノ飲む女性はもうフラペチーノで完結かもしれないですけど、うんうん、そっか、じゃあなんか、じゃあニューヨークチーズケーキ、あ、そうですね、はい、選んで、じゃあそれに合わせてコーヒー選ぼっかみたいな感じのってことですよね。そうです、そうです。それか、まあ、今日は深いのが飲みたいから、はい、じゃあ甘いのはチョコレート系にしようかなとか、うん、はあ、なるほど、なるほど、はい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 、
じゃあなんかあれですよね、なんかニューヨークチーズケーキに合ったコーヒーブレンドとかあると面白いってわけです。あ、そうですね、極論言うと嬉しいですね。そしたらもうそれとそれになりますね。とか例えばこれがクリスマスだからなんかクリスマスのシュトーレンに合わせたブレンドとかあれば。そうですね、作れないですか。作りましょうかなんかそれ面白いですよね、絶対面白いですよね、うん、はピンポイントすぎるけどねちょっとねピンポイントすぎるけど、なんかそのねコンセプトに合わせてお菓子と合わせてデザートに合わせてとか。なるほど。なかなかそこまで行くっていうのはね、焙煎する側もないから面白いですね。はい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 、うん、なるほど。じゃあなんかイメージですけど、一般的に男性はちょっと中深入りとか深めの味が好きな人が多い、一般的には多いイメージなんですけど、女性はそのなんかごめんなさい、スイーツ一回なしで考えたとするとどうですか、どっちの方が好きな人が多そうとかってありますか。やっぱりどちらかといったら酸味苦手ですっていう人の方が多いのかなとは思うんですけど、はい、まあ、それにミルクを自分で足してたりとか、はい、そういう方が多いかなっていう印象はあります。ブラックで飲むというよりはミルク入れたりお砂糖入れたり。なるほど、はい、まあ、じゃあカフェラテとか、うん、カフェオレを頼む人がそもそもがまずブラックコーヒー飲むんじゃなくて、あ、そうです、ラテとかオレにされる方の方が女性はすごく多いっていうような感じですよね。かなり多いですね、はい、まあ、実際に今現場で働いてで、奥さんも生まれてその後また現場復帰されて、はい、本当にキャリアバリスタウーマンって感じ。キャリアバリスタウーマン、キャリアバリスタウーマン、確かにって言ってみたかっただけです今英語的に大丈夫かな英語的にはダメです英語の能力ない、はい、まあ、これ言っていいんでしたっけ、はい、お店御徒町、はい、御徒町、はい、の なんてお店でしたっけ、ウッドワークというオーダーメイドの家具屋なんですけど、はい、その中に入っているウェルカムコーヒーというコーヒースタンドですね。あ、そこに行けば、はい、まあ、毎日はいらっしゃらないと思いますけども、はい、まあ、会えるかも飲めるかもということなので、はい、気になる方は行ってみてください。はい、はい、で、まあ、そのやっぱり実際に現場で働いてて、まあ、実際にその女性のお客様だとミルクが入った方が多いですねってことですね、注文の割合としては。エスプレッソマシン入れてるんでしたっけ。あ、あります、あります。エスプレッソマシンもあるんですね、はい、じゃあちなみに今お店で一番出てるメニューって何ですか。カフェラテですね。あ、それは断然にカフェラテですね。なるほど、はい、じゃあやっぱそこはエスプレッソマシンが入るメニューの方がいい、うん、そうですね。お昼の、はい、お昼間とかは常連のその近くの会社で働いているおじさんとかが多いんですけど、はい、そうするとひたすらドリップコーヒーを頼まれて、はい、でドリップ入れるっていう感じなんですけど、はい、ティータイムとかになってお子さん連れのお母さんだったりとか、はい、あとはまあそのお友達同士で来てる若い20代前半の子とか、はい、そういう子とかになるともうほとんど注文されるのはカフェラテですね。あ、これちょっとめっちゃ今すごい思ったんですけど、うん、一応まあハンドドリップの大会でもタイトル持って出て、はい、まあ、エスプレッソマシンもお店にありますってなった時に、はい、じゃあ、アメリカーノとドリップだとどっちの方が多く出ます。あ、それはドリップですね。あ、なるほど。じゃあそっか、じゃあ、まあ、ドリップと結構ね、うちもまあエスプレッソマシン屋なので、うん、まあ、もちろんマシンの買いに来られる方に相談すること多いんですけど、ドリップもやりたくてエスプレッソもやりたいっていう初心者の方がすごく多いんですよ。で、まあ、プロなので多分両方できて当たり前なんですけども、うん、まあ、じゃあそしたらドリップもメニューにあると、まあ、アメリカーノよりかはドリップの方が人気になることが多いっていうことですね、イメージとしては、はい、でもまあ実際一番売り上げとしての一番占めてるのはカフェラテ。カフェラテですね、うん、はい、なるほど。で、ヨトドはエスプレスマシン買えばいいんですよね。そうですね、買っちゃいましょうかもうなんかすみません、うちの宣伝臭くてすみません、はい、ぜひ第一電化車でエスプレスマシンみたいななんかもうね、はい、なんで宣伝臭い感じになりましたけど、なるほどなるほど、まあ、ちょっと今の面白いですね。まあ、そうなるのかって感じですね、うん、まあ、正直でもエスプレスマシンで全部完結させようと思えばまあ完結させることもできるし、まあ、逆にドリップだけでお店を成り立たせようと思えばそれも多分大丈夫だとは思うんですけども、はい、まあ、じゃあちょっと、せっかく女性のバリスタなので、で多分もしかしたら、まあ、ちょっとうちの多分チャンネルはおそらく男性が見る方、男性の比率がすごく多いチャンネルなんですけど、うん、まあ、でも多分3割ぐらいは女性の方も見てくださってると信じてるので、ちょっとじゃあ、女性の
まあ、今完全にまだこれからじゃあお店を始めたいとか、多分女性だけどお店をされたいって方も実際うち相談多いので、まあ、女性だけどこれからバリスタを目指したいとか、そういう方に向けてなんか女性なりのこうアドバイスというかって何かありますか？やっぱりそのエスプレッソマシーンだと、はい、お店でバリバリ独身で働いている時はいいかもしれないんですけど、はい、やっぱ結婚して一回出産して現場を離れて子育てしてってなってくると、はい、なかなか家庭でエスプレッソマシーンって持っていないじゃないですか。無理ですよね。なのでちょっと続けることが難しくなってしまうので、はい、やっぱりドリップの技術があると家でも手軽に続けられますし、はい、子育て中でもやることができるので、はい、やっぱりそのエスプレッソだけではなくてドリップの知識もしっかりと身につけておくっていうのはすごく大切かなと。なるほど、はい、まあ、じゃ あのまずは、まあ、エスプレッソマシンとかはまず働く環境にないと、うん、できないし、まあ、もしかしたら今もう子育て中で、うん、例えばなんか産休じゃないですか、うん、なんかあのまあお仕事は休まれてるけど家にいてでもなんかコーヒーをやりたいっていう時は、まあ、まずじゃあドリップの練習からするのでもいいかなってことですよね。その感じだと、はい、なるほど。でまあ、例えばそのドリップとかであればそのハンドドリップチャンピオンシップとか、まあ、大会もありますし、うん、おそらく、個人でもすごく出やすい大会ですよ ね、 そうですね。ハンドドリップに関しては、はい、であのなんか大会出られてた時うちここであの実は練習しに来てくれてて、まあ、多分2年ぐらい前だったと思うんですけどまだ子供さん1ヶ月はやばい、ね、やばいよお母さん生まれたてでも多分1歳以下ぐらいでしたね。そうですね、1歳はなってなかったですね、ぐらいです。まだ歩けないぐらいの時に歩けなかったですね。あの子供さんをおんぶしてドリップの練習しに来てたんですよ大会のすごいタフなお母さんだなと思ってまあでもねそれがあってそれで準優勝しちゃったわけなので、うん、まあ、それがあってね多分今も仕事をまたいろいろやりやすい部分もあると思うんですけど、まあ、そういうふうにまた次がつながっていくっていうような感じですよね。そうですね、はい、やっぱりエスプレッソだけだと大会にその仕事をやってなかった時出るっていうのは資金面的にもかなり厳しかった、はい、厳しいですよね、絶対厳しいと思います、はい、なるほど。ただまあハンドドリップだとそこまでお金かけなくても出られる大会ではあるので、はい、で技術も別に家で磨けばなんとかなるというか、うん、なるほど、はい、まあ、じゃあハンドドリップチャンピオンシップは多分あの、まあ、特に女性の方とか、うん、本当あと個人で挑戦しないといけないっていう人にはすごくいい大会っていうことですね。すごく、はい、いい大会ですね。あれハンドドリップチャンピオンシップってあれ優勝したら勝手にブリュワーズにも出れるんでしたっけ？あ、はもう廃止されてますね。あ、もうじゃあそれはなくなったんですか？ないです、はい、昔はなんか、ね、そういうのあったんですけど、まあ、じゃあ今は、なるほど、もうじゃあ完結ってことですね。そうですね、ハンドドリップチャンピオンシップはそっち側で完結、はい、なるほどなるほど、まあ、じゃあちょっと狙い目っていうことで、あとそうですね、学校も行かれてましたよね、確か。学校行ってました、週一だけの社会人、社会人向けの、はい、あれなんか学校で100万円ぐらいかかるんでしたっけ？そう、それくらいかかりましたね。それでエスプレッソマシーン変えちゃいますけどね。グラインドの。グラインド。でもちなみにあの、これもよく聞かれる質問なんですけど、専門学校行った方がいいですかっていう質問もよくされるんですよ。うん、これから、まあ、エスプレッソマシーン買って、勉強するために学校行った方がいいですかって聞かれるんですけど、実際、まあ、これあんまりね、あの、ストレートに言いすぎるとちょっとね、波が立っちゃうと思うのであれですけど、あの、実際にじゃあ学校に行って良かった部分ってどういうところが一番多かったですか？良かった部分はやっぱり横のつながりがすごく広がりましたね。一緒に学んでいた人たちもそうですし、はい、その先生方もそうですし、はい、そことのつながりがあったから学校を卒業してすぐに個人の方で、はい、展示会とかのバリスタやってみないっていう声をかけていただいたりとか、イベントでバリスタやってみないっていう 声、うん、声かけいただいたりしてるので、あ、じゃあ、はい、どちらかというと、まあ、もちろんやっぱり 技術面に関しては、うん、どんな感じですか？あんまり学校だとそこまで練習できない。まあ、そうですね、人数も多いですし、そこまで人数多い、うん、何回も1回の授業でやるっていうことはできないので、はい、やっぱり技術をただただ身につけたいっていうのであれば、現場に早く出て働いた方がいいってことですね。やった方が、あ、まあ、じゃあ学校はどちらかというと本当にもう業界のつながりが自然とこうできるっていう意味では良かったっ、まあ、そうですね、っていうところですかね、はい、なるほど、まあ、コースにもよると思うんですけどね、まんべんなく教えてくれるコースもあると思いますし、はい、私が言ってたのは本当にエスプレッソに特化したイタリアンエスプレッソの方に、はい、特化したコースだったので、ああ、
まあ、じゃあ、結局でもじゃあ技術を磨くにはもうお店で働くのが一番ということですね。現場に勝るものはないですね。まあ、畑山バリスタともちょっと前回対談で、まあ、1万杯入れてからがみたいなこと言われてたんで、1万杯すごい入れて、1万杯入れたことないですけど、結局技術は腕はもうお店で磨くしかないってことですね。なるほど。ちょっとまあ女性のバリスタに向けてって言いながらも結局男性の方にも合うような、はい、な感じのアドバイスだった気がするんですけども、はい。まあ、ちょっとじゃあ今日は緩い感じのこんな対談でしたが、この後。いや、いつも緩い感じです。まあじゃあこの後ちょっと実際に実技ということで、ハンドリップのことを聞いていこうと思いますので、まあ、コンセプトとしては主婦の方でもできる、まあ、主婦なので主婦なので主婦の方でもできるドリップの、まあ、動画ということでやっていこうと思いますので、興味のある方はぜひそちらの動画もご覧ください。と、まあ、あとこの動画、見ていただいて面白かったよと思っていただければ、高評価ボタンと、あと第一年科社のチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた、次の動画で、まあ、多分ドリップの動画になると思いますが、お会いしましょう。ありがとうございました。